手加減なしとは遅かったか。いや、ぴったりだぜ父ちゃん。湊、相変わらず早いの。四代目、 貴様、わし以上の春神使いよの。よし、始めるぞ皆の者。え、ほかげ様たち、なんで。オロチマルがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ本当に。おう、みんな俺たちも知ってる、 あの火影たちだってばよ。貴様まで復活したとはな、嬉しいぞ柱馬。お前はあとまずは10秒止める。ナルト、よくやってくれたね。 少し休んでなさい。友達も直に来る。彼も味方だよ。さて、え、これってナルトと同じ。まさかとは思ったが、ミナトはね。な、俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かっとる。このわしを挙げてでも封印しきった男だ。おかげたち、 さすけ君。サクラか。どういうこと、本当にサスケ君なの。てめえ何しに来やがった。なんでサスケ君がここに。 いろいろあったが、俺はこの葉の里を守ることに決めた。そして俺が火影になる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺が火影になり、 里を変える。火影になったものが皆から認められるんじゃない。皆から認められたものが火影になるんだ。サスケはお前に任せる。任せとけ。火影になるのは俺だってばよ。そんなに火影に憧れてくれるのは嬉しいが、 お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。押す。
私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よーし、さくらちゃん。私が二人に届かないか弱い女だと思ってる？よっしゃ、第7班ここに復活だってばよ。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう、木遁、木分身の術。俺の分身が結界に出入り口を作る。忍びたちよ、全気力を振り絞り、奴を打ち破るのだ。行くぞ。Thank you.
行って。サスケ、あのでけえやつの中には美獣たちが入ってんだ。弱り切ったら黒い炎を止めてくれ。俺とクラマで美獣たちを引っ張り出すから。ダメだ、このまま焼き尽くす。おい、サスケ、燃え尽きろ。そろそろか。オビト、お前のかつての夢は火影になることだった。ナルトはな、今でもそうなんだよ。お前は知らず知らずのうちにかつての自分と今のナルトを重ね、ナルトの言葉をかつての己の言葉として聞きたがってる。お前自身、かつての自分に否定されたいと望んでいるんじゃないのか。ナルトの心の内が分かっているからこそだ。その全てを否定してやりたくてね。それともう一つ言っておくが、お前が俺に対して後ろめたく思うこと自体おこがましいのさ。俺が戦争を起こした理由がお前と凛のことだけだと思っているなら、見当違いもいいところだ。知っているのさ、全て。あの時凛は霧隠れにさらわれ、賛美の人中力にされていたことも、そして美獣の力が暴走することを恐れ、凛が自ら選んでお前の手にかかったことも。それを知っていて、なぜ。俺にとって凛を守れなかったお前は偽物だ。そして凛は俺の中で死ぬべき人ではない。よって死んだ凛も偽物でしかない。こんな状況ばかりを作って
のシステム、里、そしてその忍びたち。俺が本当に絶望したのはこの世界そのもの、この偽物の世界にだ。ナルトが言ったはずだ。心に本物の仲間がいないのが一番痛いんだと。今のお前はその本物の凛も消そうとしてるんだぞ。カカシ、俺はもう空っぽなんだよ。風穴の開いた俺の心はもう痛みすら感じない。だから一人妄想で穴を埋めようと考えてるのか。そんなもので本当に心の穴が埋まるとでも思っているのか。ではこんな世界にいてどうやって穴を埋める。オビト、心の穴は他のみんなが埋めてくれるもんなんだよ。綺麗事をグダグダと。現実を、この世界の仲間との思いを捨て切ってこそ本当の幸せがある。忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。そして仲間の思いを大切にしない奴はさらにそれ以上のクズだ。で、俺がクズだとしてどうする。クズな俺をクズなお前が改心させるとでも。残念だが俺にはお前を変えられるだけのものが見つからない。もうお前にしてやれるのは死だけだ。来い。では忍び組み手始め。俺はオビトとこうなってしまった。だが覚悟を固めた以上俺はオビトを撃つ。よし、リンにかっこいいのを見せてやる。行くぞ。うるさいやつ。これだ。リンは俺の描く夢の中にいる。それだけで俺は。その考えが間違いだ。お前なら分かってるはずだ。毎回毎回やられてばっかりなんて、よく飽きずに挑んでくるよね。お前のそういうところだけは認めてやるよ。やられてばっかりじゃねえよ。今の俺には詳しくできない。俺は俺だけ。この世界を、かつてのオビトを守ることは、今のオビトを殺すこと。
いはお前の勝ちでいい。だが戦争の価値は譲らん。待ちかねたぞ。そろそろ俺を輪廻転生させる頃合いだ。オビト、お前は俺を蘇らせるために手なずけておいた予備に過ぎん。ここからは俺の時間だ。この感じはそういうことか。オビト、お前だったのか。これはまあいい。飛来神のマーキングは決して消えない。それは教えてなかったね、オビト。なぜ？あっけなかったな。あとはマダラを封印すればこの戦争も終わりだ。頑張れオビト、私ずっと応援してるからね。何をもって終戦と決めつける。裏切り者の同胞よ。これは…気ぃつけろサスケ、あいつはもう今までのオビトじゃねえ。どういうことだ。マダラに操られてるのを振り払って、あいつは最初からずっとこれになるために印を結んでた。多分十尾の力を吸い取る術だ。なんだと。お前の言ってることが正しいのであれば、やつは今のオビトは
十尾の神中力だってばよ。